ごご覧いただきありがとうございますす藤原です、えっと、今回、えっと、質問いただいてるんですけれども、ちょっと見ながらいきますね。えっと、子供がどんくさいっていう感じで悩ん,だ悩んでらっしゃるママからで、小1の、えっと、お子さんがいて、運動神経が鈍くてかなりどんくさいですっていうと、逆に、えっと、ディナ難、下の子ですね。下の子の方がなんか、うん、と運動神経良くてっていうところで、結やっぱ運動そんな嫌いじゃないんだけど、 えっとインドア、インドア派というか、家の中で、えー、っと、じっくり遊ぶっていう感じ。けど、まあ、外遊び、基本的に好きは好きだけど、他の子と比べて、なかなか自分で、あ他の子と比べると、なんか、体の動かし方が得意じゃないとか、いろいろ、ちょっと遅れちゃうとかっていうところで、やっぱ自分で、えー、っと、本人が言ってるにも、僕できないからやめとくとか、友達が先行っちゃったから、 えと一緒に行けなかったっていう微妙な発言もあるっていうことらしいです。で、やっぱえー、とこのお母さんも自分自身がなくなって、自分自身がなくてそんな風になっちゃうのかなというところとか、はい、なので、えー、とで、まあ、親ができることなんかないでしょうかというところで、えー、とご質問いただいています。 よく,よくあるというか、よくあるって言ったらちょっとおしまいなんですけども、こいつもすごい多いです。やっぱり周りとの比較と、あと上の子と下の子の比較、実際僕の,あの子供も4歳、2歳の子供がいるんですけれども上の子方、上の子の方がやっぱりそういう周りの子と比較すると、ちょっとなんだろう、どんくさいというか、体の動かし方苦手だなというパターンで、下の子の方が どどんどん,なん,なんアクティブというかすごい元気よくどんどんいっちゃうタイプ、まあ、性格的なところもあると思うんですけどで,でも親からするとすごい心配ですよねっていうところですよねなのでそういう時だとうんとやっぱりこのできるできたよっていう,こう さっき言ってた中だと、僕できないからやめとくって言葉が一番キーワードかなと思うんですね。簡単に言うと自己肯定感とかっていう、最近だとそういう言葉使われることが多いかなと思うんですけども、やっぱり親自身ができること、親としてできることとしたら、ま、まあ、できないことを、ほら、頑張れとかっていうよりは、あ、これできたねとか、そういう、どんどんできたことに対する肯定を与えていくっていうののサポート、ほんと、応援舞台みたいな感じですよね。 ほら、行けって言えるよりは、ほんと、頑張ったねって、その、なんだろうし、お尻を叩いてあげるというか、はい、立ち位置的にはそのぐらいの方がいいのかなっていうふうに思ってます。親としての立ち位置で考えると。ただ、そうは言ってもか、なかなか周りのこと、同学年のことを比較したりとかすると、 なかなかどんなもんかなって思ったりとかするのであと実際僕の方とか僕の方であの主催しているところでよくやってるよくやってるというか実際やっていることとしてはやっぱり体を動かすってこんなにすごいんだよとかあこんなこともできるんだっていうところの成功体験を与えるための体の教室とかもやってたりとかするのでそうするとやっぱりお母さんたちからも本人からもあどんどんここまた参加したいとかっていうふうになってくるので、まあ、ここの だろう今これをオンラインでもあのそういう情報をおっしゃとかしたりとかこの動画とかでもあの別の機会にお話ししていけたらとは思うんですけれどもそういうふうな方で子供が実際楽しくて体を動かせるあこれもできたあれもできたあじゃあ次これやってみようっていうのを欲を引き出せるような 運動体験をしてさせててあげるっていうのはすごい大事になりますただそれを引き出してあげるとなかなかあの親自身がさせてあげるって難しいかなっていう子が結構起きたりとかするので、はい、またあのこういう動画でもあの配信していくのでよかったらご覧いただけたらと思うしまず親としてできることをしたらセだろうサポートしてあげるお尻を叩いてあげるできたおめでとうよかったねってそういうののすごいじゃないっていうところから。 そういうところでどんどん自己肯定感を上げていくようなサポートをしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと具体的な話じゃないかもしれないけども、立ち位置的にはそういうふうに考えるといいのかなっていうお話でした。はい。動画ご覧いただきありがとうございます。